時刻は12時32分になりました。東京有楽町日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回です。杉並区のピノキオさんからメールいただきました。はい、アッコさん、男女の双子の例えを出すのであれば、はい、パンダではなく安田美沙子さんのことを言えばよかったんじゃないですか。双子の弟さんがいらっしゃるはずですよ。あー、なるほどね。はあ、そうですか。あ、でもね、ずっと昔美沙子の結婚式お呼ばれした時、披露宴でお会いしましたけど、全然似てなかった。はい、うん、あー、全然忘れてました。美沙子からこの間メール来て、はい、なんかあの、なんか今ちょっと落ち着いてますっていう、だから活動始めます。あ、そうですか。うん、あ、なるほど。美沙子のところの次男もまた可愛い子生まれてて。そうなんですか。双子の人ってそういえば多いですね、最近。そうですね。よくほら、また話飛ぶけど、昔ツインズって、シュワーツネガーともう一人の役者さん出てこないけど。もう全然、そうそう、名優。名優って俳優、もう渋い人。よくギャンブルの、あのギャングの映画に出てくる人なんかで。ですね、ちょっとアルパチーノじゃなくて、ロバート・デ・ニーロじゃなくて。そんな、じゃなくて。まあまあいいけど、まあそういう、まあ、全然違う。違います。そういう人じゃない。そういう人だったら名前出てる。ツインズ。ツインズ。うん、調べておいてください。ロビン・ウィリアムズじゃなくて。だから、すいません。全然、はい、そういうもう、聞く人聞いたら渋い演技する人。はい、うん。だからあんまりね、デビートさんだそうです。はいはい。あの、似てるとは限らないんだよね。そうだから、まさに二卵性はそうですよね。うん、まあ、思わずパンダの例を出したところが逆に面白かったですけどね。いや、なんか、はい、今ね、私いつもパンダで思うんだけど、なんで和歌山にもパンダおるのに、かわいいのよ、今。もう、なんか、先週お任せでもやって、こう、なんていうの、こう、落ちそうで落ちないっていう。はいはい、うん。アドベンチャーワールドね。なんか、あ、そうそう。はい、なんか特別扱い。そう、まあ、うん、上野はちょっとね、やっぱパンダで盛り上げてますよね。うん、あと賞味期限の話で言うとですね、横浜市のシュワちゃんからいただきました。はい、アッコさんのお話を聞いて調べたんですが、はい、ビールの賞味期限は業界で統一されてるそうで、はい、9ヶ月だそうです。9ヶ月あら、じゃあそう、結構あるじゃん。あら、え、アッコさんちは結構ビール買いだめする派なんですね。そうなんですよ、ワンケースずつこう、うん、だから、まあ、9ヶ月マネージャーが来ないとあんまり飲まないんですよ。ああ、はあ、でもマネージャーもその仕事終わって毎回来るわけじゃないから、はい、飲むのはね、ええ、仕事終わったらもうとっとと帰りたいタイプだから、いや子供もいるしはいはい、うん、あ、9ヶ月もあるんですか。炭酸飲料ならば缶だと6ヶ月から7ヶ月、はい、ペットボトルなら短めで3ヶ月から4ヶ月。ああ、やっぱりね。そうです。だからそのしょっちゅう飲むわけじゃないから、はい、私もびっくりしたんです。ビールにそういうのはあるんだっていう。そうですね、うん、ありがとうございます。まあ、うん、まあ、基本的にビールとかってもう買ったらすぐ飲むというか、そんな箱買いは業者じゃないとしない。あ、そうだね、うん、うち、あの缶コーヒーも全部箱で。そうですよね。そうそうそう。あの、ウーロン茶とかもそうじゃないですか。そうです。ですよね。麦茶も箱で、ね。それが常に冷蔵庫入ってるんで。はい、で、旦那に言ったら、だから今度からその、6缶ずつとかね、はいはい、そういうにはしてます。はい。なるほど、そんな持つんだ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。横浜市のラジオネーム、三里龍さんです。はい。アコさん、昨日のチコちゃんに叱られるからの情報なんですが、ご覧になりましたでしょうか。はい、いえ、すいません、見てませんでした。今では当たり前の大笑いするときに手を叩くという行為。はい。明石家さんまさんがルーツなんだそうです。へぇー、知らなかったですね。へぇー、驚きました。さんまって手叩くよりも、どっちかっていうとあのさんまの人形で、テーブル叩くんちゃうん。あ、手じゃなくてテーブルちゃうの。今はもうそんな形ですけど、うん、そもそもは手だったんですって。で、そのさんまさんがやり出したんですって。へー、手を叩いて笑うことでさんまさん自身を目立たせ、うん、今相手が面白いことを言った、はい、面白いことが今起きているということを周囲に強調しているというふうにテレビで解説をして納得しましたと。え、でもそうなんて、だって、いや、そうだーとか、あははーっていう時に昔からやってなかった。テレビでやり始めたってことなんですね。テレビで、それ微妙やけど、なんか昔からやってたような気がすんだけど。そうなんだ。チコちゃんはどういういわゆる根拠で調べてそういう風におっしゃったのかね。あの、じゃんけんの最初はグーっていうのは、あの志村けんさんとかってのありますもんね。はい、聞きましたね。はい、どうもテレビに持ち込んだのはさんまさんではないかということを、すごい、はい、おっしゃってた。まあ、やったそう
ですね、うん、これはラジオネーム我が輩はエロであるさんからいただきました。はい、はい、暑くなりました ね一気に蚊が増えたので我が家では蚊取り線香デビューをしました。蚊取り線香は夏を象徴する香りですが、はい、今若い子は蚊取り線香のつけ方を知らない子がいるんだそうですよ。あ、そうですか。使ったことがないという世代の、普通になんかコンセントさしてね、なんかのウェーブマットとかあるじゃないですか。あ、なるほどね、はい、でもあの今あのいろんな匂いのね、あのフレグランスとか流行ってるんじゃない、はい、でもあのお線香とお香のものもなんか匂い似たようなものだからね。そうそう、いい香りでなんか大人が落ち着く匂い、はい、なんか感じしない？あれは擦り込みなんですか？やっぱそうは落ち着きますよ。なんかね、うん、蚊取り線香の匂いとか大好きですね。香の香りも変わらないもんね、はい、そうですね、うん、へえ、若い子知らない。はい、でもそう言われてみると確かに蚊取り線香最近使ってるかと言われれば、うちはマンションですから窓開けないから、はい、ああそうですね、うん、でも虫時々、まあ観葉植物についてるんだと思うけど、はいはい、時々出ますけど買わないですね。あ、そうですか。はい、あ、どうですか。うちも蚊取り線香使って、蚊は出ますけど、うん、蚊取り線香使ってないですね。やっぱり窓を開けることはあっても、やっぱりなんかしょコンセントで、うん、はい、あ、コンセントのやつ、ね、タイプですね。あ、なんていうのか分かりません。あれの発明した人偉いね。目に見えないのに蚊だけに効果があるんでしょ。そうです、そうです、すごいですよね。今なんかちょっとお昼時やけど、昔ハエ取り紙ってあって、夏になると必ずこう茶色いさ、はい、液体でこう、はい、テープみたいな、はい、丸いの、あの1メートル写真のフィルムがあった時の、はい、あれのちょっと長いの、はい、あったの覚えてる？覚えてます。あれ今ある？あれ今ですね、食堂とか大衆食堂とか行くと必ずあって驚くことに、うん、アッコさんにも一度出ていただいた、うん、東京 MX テレビの5時に夢中のスタジオ、うん、ハエ取り紙置いてありますね見えないとこでテレビ局のスタジオで それ いじられてましたよテレビ局のスタジオってやっぱ最先端というかね、感じじゃないですか。まあ、もちろん機器はまあもちろん最先端。え、私が言ったの？いやいや、アッコさんは気づかれなかったですけど、うん、なんかこの間上からこう天井からなんかそのまさにフィルムのような、下がってて、はい、テレビ局にそうそう、それすごいね。すごいですよね。いまだにそれがあるってのがすごい。そうですよね。それでね、時々扇風機なんかで回るとブーンブーンってやってさ、なんかの拍子に私一回髪の毛についたことあんのよ。もう本当にダメだった倒れるぐらい気持ち悪くて。そうでしょうね、本当に。虫がついてる可能性があるわけですか。いや、もう今頭かいわいや、だからそういうの考えると、あとハエたたきとかね、はい、ハエたたきは今でもあんの？あるでしょうね、ハエたたき必要ですよ。なんか意外とそういうものって案外細々となのかもしれないですけど、目立たないかもしれないですけど、うん、やっぱ便利なものは残ってますよね。なんかね、うん、ハエなんてこう手でピャッと取るとかね、なんかやってたけど、ハエた時にバチーンってやって、その後が大変やってんけどね。そうでした、そうでした。はあ、なるほど、すごいな。そうですね、うん、ありがとうございます。あとは柏市のアンナパパさんです。はい、今日本当に暑いですね。暑い、はい、この暑い中、私は今、うん、妻が実家に、まあ、両親の介護のために行っているので不在なんです、うん、私がいない間片付けをしといてくれと命じられて、汗だくで片付けに奮闘中です、はい、もうそろそろ体力的に限界が来ているので、もうやめや、はい、帰ってくる妻の顔は怖いけれどもう限界じゃというメールくださいました何の片付けしてはんねやろうね。ですよね、うん、もうあれやね、ご主人も本当に家にいること多いから、はい、いろんなこと頼まれるね。本当に力関係が出ますね。まあ、ね、奥さんはまあ介護で大変だとは思いますけれども、はい、いや、家にいるってのはどうなんだろうね。うちも本当に困ったもんですお互いに思ってんねやこれけどね。明らかに過ごす時間が長くなるわけじゃないですか。いや、だからもうあの帰ってきたら、あの旦那は先にあのシャワー浴びるんで、はい、で今ほら野球やってるからさ、ご飯これはこうしてって、お味噌汁だけ火つけといて、で出てきたら、はいはい、おかずはこれねとかって、はいはい、じゃあねっつって私は部屋行きます、はい、それのがあの穏やかな、それこそ穏やかな一日をするそれからもう普通に喋ってるとなんか同じこと
何回も言ったりとか、なんかエピソード全然何もトラブル起こってないんですけど、うん、なんか怖いんですけど緊張感が伝わってくるエピソードなんですけど、どうしてなんでしょうか。ああ、ちょっと威圧してますからいやー、まあお互いにこう程よいそれぞれの距離感というのがね、うん、なんか ね、もう本当に今までこんなことなかったからさ、はい、どうしていいか分かんないのに。それで今日私まあ、美容院行って、ラジオ終わったら美容院行って、ちょっと自分の時間どうしようか分かんない、ほらテレビがね、どっか出かけんのって、あ、出かける、あ、よかったって言っちゃって、あ、ごめん、そういう意味じゃないのよそういう意味じゃない、どういう意味、いや、なんか出てしまったのよかったって、はい、自分でもう堂々とリビングでテレビ見れるってのは、そうですね、なんなんだろうねこれ、もう40年経つとそういう風になるのよ、ね、いやいやいや、まあ、旗から見てると素敵なご夫婦です本当に。それでさ、はい、次かける私の曲かけてもらう曲が愛届きますか、届くかそんなこと言っちゃダメです、この歌はもう届きなくてますよ。タイトルだけ、タイトルコロンだだって野口英世と母しかですよ、そうですよ、大木楽日の主題歌ですよ。でもパッとこうタイトルだけ見た時、こんな話してね、夫婦間の話をしてて、届いてほしいね、届いてほしいですよ、はい、たくさんの今日もメールファックスいただきまして、 ありがとうございました。それでは、まあ、あこさんが1992年に出したナンバーも、はい、愛を届けまくってる歌ですからね、はい、お送りしましょう、愛届きますか。